東方日報によると、中国海軍が新たに004型と呼ばれる航空母艦の建造を開始したと報じられました。この記事で、その最新の中国製空母004型の詳細について深く掘り下げてみたいと思います。しかし、中国の真に注目すべき計画は、2030年までに5隻、2049年までには10隻の空母を保有するというものです。今回の新型空母の建造は、この大胆な目標に向けた重要なステップとなるでしょう。この計画からは、明らかに緊迫感が伝わってきます。現在、香港で発行されている広東語表記の新聞の中にあって、最大の発行部数を誇る東方日報は、2024年8月12日付の紙面において、中国画寮寧省にある大連造船所で、新型の航空母艦が建造されているとの内容を報じた。東方日報の同報道によれば、この新型航空母艦は004型と紹介されており、現在テスト中の物件に続く中国国産の航空母艦としては3隻目にあたり、規模的には物件と同等ではないかと記述している。物件は、機関部こそ通常動力型の航空母艦ではあるが、中国海軍の1隻目の遼寧や2隻目の山東のように、艦首部にスキージャンプ方式を備えたものではなく、電磁式のカタパルトを発艦装置に初採用することが判明している。今回、東方日報が報じた004型と、召される新型の航空母艦は、規模的には、物件と同程度と見られるが、ついに、機関部には、中国海軍の航空母艦として、初の原子力推進を搭載するのではないかと推察されている。これまでも、いずれ、中国海軍は、原子力推進型の航空母艦の建造に着手するとは予想されていたが、航空母艦に搭載する原子炉の技術的な課題などから、一時期は、その実現は、近年中に行うことは困難ではないかといった声も上がっていた。しかし、仮に、今回の東方日報の報道内容が正しいとすれば、中国海軍は、合計で4隻目、国産として、3隻目で原子力推進機関を搭載した航空母艦を手掛けていることを意味し、アメリカ、フランスに次いで、世界で、3番目の原子力空母の保有国となる可能性が高まった。今回の東方日報のこの報道には、実は、伏線とでも呼ぶべき動きがあり、それは、今年2024年3月に、中国海軍の高官が、合計で、4隻目、国産として、3隻目の航空母艦の建造を認め、その動力が、いかなる方式となるのかも、近日中に公表されるだろうと述べたことだ。現段階では、大連造船所で建造中と伝えられた中国海軍の004型航空母艦の機関が、原子力推進方式であるのか否かについては、中国当局が公式に認めたわけではなく、あくまで、東方日報が、インターネット上の情報を集約した上での推察にはなる。では、改めて、これまでの中国海軍の航空母艦の配備状況を振り返ってみると、まず、2012年9月に、1隻目の航空母艦、遼寧を就役させており、同艦は、旧ソ連時代に建造途中だった、アドミラル・クズネツォフ級航空母艦の2番艦、ワディャーグを改修したものだ。アドミラル・クズネツォフ級航空母艦の2番艦、ワディャーグは、1985年に寄港されたが、1991年の旧ソ連の崩壊に伴い、紆余曲折を経て、その余波で独立国となったウクライナの所有物となり、最終的に中国がスクラップの名目で1998年に入手した。そこから14年を経て、中国はなんとか自国海軍の1隻目の航空母艦、遼寧として就役させ、旧ソ連時の仕様と同様に、初艦時には艦首部のスキージャンプを使用し、着艦時にはアレスティングワイヤーを用いるストーバー方式の航空母艦となった。航空母艦、遼寧は、基準排水量が 46,637トン、満載排水量が 59,439トン、全長が 304.5 メートル、全幅が 37.0 メートルほどの艦体を持つ中型の航空母艦で、最大で、およそ36機の航空機を収容可能と召されている。この、遼寧をベースに続けて、中国海軍が、
初の国産の航空母艦として建造を行ったのが山東であり、2013年11月に起工、2017年4月に進水、2019年12月に就役を果たし、発着艦の起工もストバー方式を踏襲している。山東は、基準排水量が5万6000トン、満載排水量が6万7000トン、全長が 315.5 メートル、全幅が 38.0 メートルの艦隊と召されており、ベースとなった遼寧から若干の大型化が図られたことが数値上からは伺える。山東では、ベースとした遼寧と比して、艦隊が若干大型化されたこともあり、艦内の格納庫のスペースもおよそ2割ほどが拡張されたと召されており、そのことから、最大で収納可能な航空機も46機ほどまで増加した可能性がある。それは、艦載の主力戦闘機である J15 の収容数換算で6機に相当すると考えられており、練習用の航空母艦と位置づけられる遼寧に対して、山東は、初の実践的な運用を中国海軍が行った艦艇と認識されている。ただし、遼寧やその拡張版とも言うべき山東は、艦載機の発着艦に、ストバー方式を採用しているため、発艦時には、カタパルトでの射出を使用し、着艦時には、アレスティングワイヤを用いるキャタバー方式に比して、艦載機の運用効率が低いと指摘されてきた。例えば、蒸気式のカタパルトを備えたアメリカ海軍のミニッツ級原子力航空母艦の場合、艦載機の最大離陸重量はおよそ45トンに達することに比して、山東では実にその6割強の28トンほどに止まるとの指摘がある。これだけ艦載機の発艦時の重量に差があると、遼寧や山東が艦載する主力戦闘機の J15 では、空対空ミサイルしか兵装として搭載することができないと思われ、対艦攻撃や対地攻撃が可能な兵装の運用は困難と見さされている。また、アメリカ海軍のミニッツ級原子力航空母艦は、カトバー方式であるため、1日あたり120回ほどの艦載機の出撃が可能だが、ストバー方式の山東は、これが40回程度ではないかと見されており、艦隊の規模や搭載機数以上に、攻撃力に大きな差があると考えられてきた。こうしたストーバー方式の遼寧や山東が抱える課題は、無論等の中国海軍も十二分に認識しており、それを踏まえて、3隻目、国産としては、2隻目の航空母艦、福建では、ついにカトバー方式を採用した。航空母艦、福建は、2018年末に建造が開始されていることが報じられ、そこからおよそ4年を経た2022年6月に進水、今年2024年5月頭にはテスト航海が行われ、本年中に就役することが予想されている。福建は、推定で、満載排水量がおよそ8万トン、全長がおよそ 316.0 メートル、全幅がおよそ 38.0 メートルほどと召されており、中国海初のキャタバー方式の航空母艦として、3機の電磁式カタパルトを搭載すると喧伝されている。電磁式カタパルトは、アメリカ海軍でも、最新鋭のジェラルド・ R ・フォード級の1番艦にして、ネームシップのジェラルド・ R ・フォードが唯一運用されているのみで、世界でも2隻目となる可能性がある。そもそも、電磁式ではない従来までの蒸気式カタパルトであっても、それを現時点で実装し運用しているのは、アメリカ海軍のミニッツ級航空母艦10隻とフランス海軍のシャルル・ド・ゴールしか存在しない。そして、フランス海軍のシャルル・ド・ゴールの蒸気式カタパルトも、アメリカが提供したものであるため、その製造は、アメリカ以外の国が成功させたことは、これまでの歴史の中でも起きていない状況だ。さらに、アメリカ海軍のミニッツ級航空母艦、最新鋭のジェラルド・ R ・フォードも、フランス海軍のシャルル・ド・ゴールもいずれも、その機関部には原子力推進が採用されており、ことに、電磁式カタパルトの稼働には、そこから生み出される大電力が必須と言われている。そのため、中国海軍の福建が、通常動力型の機関部でいかにして電磁式カタパルトを稼働させられるのかという点については、かなり懐疑的な意見が
西側各国の報道では大勢を占めている。その可否は、今年2024年中に、予想通りに復権が収益し、軍事演習等で、実際に電磁式カタパルトを稼働させたことが確認されるまで何とも言えないが、かなり技術的なハードルが高いことは間違いないだろう。そんな復権の世界が注目する収益の予定であるこの2024年に、中国海軍が次の4隻目の航空母艦の建造を進めており、それが原子力推進である可能性があることについて、その軍拡の速度には改めて留意が必要と思われる。東方日報は2024年8月12日に中国画寮寧省大連造船所で新型航空母艦004型を建造中であると報じました。この航空母艦は復権と同規模であり、中国国産の航空母艦としては3隻目にあたります。注目すべきは、この新型航空母艦が中国海軍の航空母艦として初めて原子力推進を採用する可能性がある点です。もしこれが事実であれば、中国はアメリカやフランスに次いで原子力空母を保有する世界で3番目の国となります。この報道は中国の軍事力強化と技術進展を示唆しています。こんにちは。本日は特別な船の進水式の様子をお届けします。三菱重工マリタイムシステムズ社が建造した最新鋭の巡視船五島がついに進水しました。この巡視船は日本の海上保安庁向けに特別設計されており、日本の海を守る新たな力として期待されています。そのスペックと機能、進水式の舞台裏まで詳しく見ていきましょう。南西諸島の防衛と中国の圧力に対抗するために設計されています。この船は高速であり、最大2万4000馬力のディーゼル機関を備えて、25ノット以上の速力を発揮。これは悪魔的です。去る2024年8月8日、三菱重工社のグルループの造船企業である三菱重工マリタイムシステムズ社の三菱重工マリタイムシステムズ社の岡山県の玉野市の造船所において、新造中の巡視船の進水式が挙行された。三菱重工マリタイムシステムズ社は、かつての三井グループに属していた重工業企業の株式会社三井 E&S を前身とし、2021年11月に、その艦艇及び観光庁向けの船舶事業を買収して成立した経緯を持つ企業である。こうして生まれた三菱重工マリタイムシステムズ社、そのグループ企業でもある三菱重工社、ジャパンマリンユナイテッド社の3社に、現在は日本の海上自衛隊や海上保安庁向けの艦艇、船舶の建造は集約された形と言っていいだろう。このような海上自衛隊や海上保安庁向けの艦艇、船舶の建造を請け負うにあたっては、当該企業には、その建造を行える技術的な能力のほか、これまでの実績、経験や知見も問われるため、しばらくは、この体制が続くと想定されている。そんな三菱重工マリタイムシステムズ社の岡山県の玉野市の造船所において、この度進水を迎えたのは、海上保安庁向けに建造が進められてきた、宮古型巡視船の5番船にあたる船舶で、船名は五島と名付けられた。海上保安庁向こうに所属する巡視船の場合、船名のネーミングは、それが配属される地方、海上保安庁の中で、全国を11の管区に分けて運用されているの地名を名付けるのが慣例であるため、おのずと、今回の五島の配備先も予想できる。
それは、五島の船名が、長崎県の五島列島に由来することから明らかであると思われ、福岡県の北九州市門司区に本部を置き、山口県の西部や、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、そして熊本県の有明海までを管轄する、第七管区で間違いないだろう。今回の五島に先んじて建造された宮古型巡視船は、そのルールに準じて、1番船の宮古が宮古島のある第11管区、2番船の大隅が大隅半島のある第10管区、3番船の八重山が八重山諸島のある第11管区に配属されている。なお、宮古型巡視船の4番船である奄美は、今年2024年1月に進水を迎えたばかりで、配属は来年度の2025年度になると召されているが、こちらも奄美大島を管轄する第10管区の配属になるものと考えられている。これまでの5番船、五島まで含めた宮古型巡視船5隻の建造元は、3番船の八重山をジャパンマリンユナイテッド社が手掛けたのみで、他の4隻は、旧株式会社三井&Sとそれを引き継いだ三菱重工マリタイムシステムズ社が行っている。そして、今回の5番船、五島を含め、これまでに建造が行われた宮古型巡視船5隻は、すべてが、第7管区、第10管区、第11管区と九州から沖縄にかけての管区に配備されることになっており、自衛隊同様に、南西諸島方面の体制を厚くする方針が感じられる。それは、言うまでも、なく、中国が、尖閣諸島をはじめとする、日本の南西諸島方面への圧力を、ますます強めていることへの対処、対応を迫られているためという点は間違いなく、中国の拡張政策が改まらない限り、残念だが、この状態が解消されることはないのだろう。さて、今回の5番船、五島を含む宮古型巡視船だが、総トン数が約3500トン、全長が約 117.0 メートル、全幅が 14.8 メートルの船体に、機関部には、ヤンマー社製の 8EY33W ディーゼル機関を4機搭載しており、最大で、出力2万4000馬力、速力25ノット以上を発揮するとされている。海上保安庁の巡視船としては、中型以上の規模を持つと言って良いと思われ、兵装も、スウェーデンは、ボフォース社製の70口径の 40mm 単装機関砲を2機搭載しており、その点からも、巡視船の中では、かなり強力な部類に入ることは確実である。この他の装備として、宮古型巡視船は、遠隔用の放水銃や艦尾部分には、回転翼先用の飛行甲板も備えており、その格納コスペ、巣は設けられていないため、常時回転翼機を搭載しての任務は困難だが、必要に応じ、発着艦をさせられる仕様となっている。宮古型巡視船の一番船にして、ネームシップの宮古は、旧株式会社三井&Sの玉野市の造船所において、2018年2月に寄港されており、この年や3番船の八重山が、今年2024年2月に第11管区に配属されたことから、新しい巡視船を目指したであろうことが伺える。ただし、宮古型巡視船の船体の規模は、1996年3月に寄港され、わずか1年半後の1997年9月に配備が行われた巡視船、伊豆とほぼ同様だが、同船は、他に姉妹船は派遣造されず、その一隻のみに止まり、今も収益を続けている。巡視船、伊豆は、総トン数が3768トン、全長が 110.4 メートル、全幅が 15.0 メートル、の船体を持ち、これに、機関部には、ピルスティク 8PC に、6リッターと、U ディーゼル機関を2機搭載し、最大で、出力12000馬力、速力で21ノットを発揮すると公表されている。先の宮古型巡視船の仕様と伊豆との数値を比較してみると、船体の規模的にはかなり似通っていることは間違いないが、機関部は、前者が最大出力で2倍、これを活かし、最大速力でも4ノット以上高速となっている点が大きく異なる。そもそも、巡視船伊豆は、1995年に生起した阪神淡路大震災の教訓をもとに、今後起こり得るそうした大規模自然災害時において、
海上保安庁側が的確な現場への指示を行うべく、通信、指揮、物資運搬の3機能を充実させる巡視船として建造された。また、これらに加え、巡視船、伊豆は、海上、海中における救難能力を強化した潜水指定船としての側面も併せ持ち、その任務に必要な潜水士及び必要な機材、そして海底の地形操作用ソーナーをも完備した特殊な巡視船でもある。これに対して、海の5番船、五島を含む宮古型巡視船は、船体の規模こそ巡視船、伊豆に準じているものの、ことに2000年以降、南西諸島方面への圧力を強め続けている中国側に対抗すべく、領海の警備に重点を置いた汎用的な巡視船として建造されたと言えそうだ。ちなみに、宮古型巡視船は、海上保安庁が現有し、運用中の巡視船の中でも、各種の物資を大量に搭載できることから、長期間に及ぶ稼働にも適しており、同巡視船をベースにした大型練習船の陸久慈間も、今年2024年7月に就役している。南西諸島における中国側への対策としては、海上保安庁では、2016年3月に、尖閣諸島の周辺の領海を専従で警備する体制の構築を行っており、相当数が3200トン級で、回転翼機1機を常時搭載可能な津軽型巡視船2隻と、総トン数で1700トン級の国が身型巡視船10隻を集中配備している。海上保安庁では、こうした巡視船の強化と運用以外にも、2021年10月から、アメリカの GAASY 社の無人航空機である、シーガーディアンをリース契約で配備、昨年2023年5月には、同機を3機体制とすることで、海上監視体制の拡張も並行して進めている。この3機体制でのシーガーディアンのリース運用によって、その有用性を確認できたことから、今後、海上保安庁では、2025年度中に2機を追加することを決め、今後は、これまでのリースではなく、購入へと契約体系も改めることが報じられている。海上保安庁におけるこのシーガーディアンの運用拠点は、これまでは、青森県の海上自衛隊の八戸航空基地内に置かれていたが、南西諸島方面へより注力する方針もあり、今後の追加分を含め、以後は、福岡県の北九州空港を拠点として運用することが見込まれている。ただし、現在、青森県の海上自衛隊の八戸航空基地内に置かれているシーガーディアンの拠点では、同機の操縦そのものは、製造元の GAASY 社に委託されており、今後、こうした部分も内製化する必要があるのではないかと個人的には感じている。海上自衛隊所有の空母は、日向、潟と出雲、潟に、誕生によって、事実上4隻体制となりました。日本が、空母を4隻保有していること、2種類あることは、一体何を意味するのでしょう。日本の空母戦力、世界が恐れるほどの実力とは。また、F-35 戦闘機搭載について議論されている空母が今後どうなっていくのか、見ていきましょう。加賀のアメリカでの F-35B 認証プログラム後、そのまま完済して日本に寄港しないかな。さすがに近平もビビるよね。まず、日本の空母が4隻になる意味です。
2015年、平成27年、10月の海上自衛隊観艦式の最大の目玉と言われたのが、新英護衛艦出雲のお披露目でした。出雲は、2015年3月に就役した全通飛行甲板を持つ航空母艦で、それ以前に誕生した日向、型の日向、伊勢に続く3艦目になりました。このシリーズの艦名は旧国名にちなんでいるんですね。出雲は日向、型より、一回りも大きいので、自衛隊最大の艦艇になったのです。また、同8月、出雲、型2番艦加賀が、進水式と偽装作業を終了し、11月に試験航海を行いました。2番艦加賀が就役したので、海自は日向、型と出雲、型それぞれ2隻、計4隻の航空母艦を保有することになったわけです。艦艇には、ドッグ入りする長い整備機関や、乗員の訓練機関及び実戦投入が可能な機関が必要になります。それぞれの機関を考慮した上で4隻体制にしたので、常時1隻もしくは2隻の航空母艦が即応体制を取れるようになったのです。実は、日向、型と出雲、型では、要求される役割や能力が若干異なるそうです。誤解があるようですが、これらは、護衛艦だから航空母艦ではないという考えは間違いです。そもそも、海上自衛隊の言う護衛艦士は、水上を航行する戦闘能力を持つ艦艇に与えられる艦種です。世界的には、軍艦もしくは戦闘艦に該当する名称なのです。例えば、金剛型や愛宕型は区分は護衛艦ですが、世間一般的にはイージス艦と呼ばれていますね。それと同様、日向、型や出雲、型も一般的には知られていませんが、護衛艦ではなく航空母艦と呼ばれているのです。航空母艦日向、型の日向と伊勢のサイズは、満載排水量19000トン、全長197メートルで、出雲が就役するまでは、海自最大の艦艇と言われていました。主な艦載機は、SH-60J、K シーホーク哨戒ヘリコプターで、3機同時に発着艦させる甲板を持ち、エレベーターで結ばれた格納庫内には、最大10機が収容できるスペースがあります。日向、型の主要任務は、敵潜水艦が味方艦隊へ接近するのを阻止する追戦作戦ですから、単魚雷発射艦及び、アスロック対戦ミサイルなどを格納する16セルの垂直発射装置、VLS が装備されているのです。航空母艦としてはかなり重兵装ということが特徴でしょう。一方、出雲、型の出雲と加賀は満載排水量2万7000トン、全長248メートルで、前述の通り日向、型より一回り大きく、シーホーク5機を、同時に発着艦可能であるだけでなく、格納庫内には15機も収容できるそうです。と言っても任務が違うので、日向型のような単魚雷発射艦や VLS は装備せず、最低限の自衛用兵装しか搭載していません。なので、潜水艦への攻撃は、シーホークや両艦に任せることになります。逆説的ですが、最低限の兵装しか、持たない出雲、型は、対戦能力重視型の日向、型と比べると、より多様な任務に対応可能な本格的航空母艦としての機能が重視されていると思われます。具体的には日向、型と出雲、型には、手術室と集中治療室がありますが、病床数は日向、型8床に対し、出雲、型は35床ですから、島嶼防衛での上陸作戦時のヘリコプター拠点としての利用を考えると、出雲、型が優先されると考えられます。出雲、型の飛行甲板は一回りも広いので、陸自が使用する大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開する際も活用できると見られているのです。と言っても、上記は、あくまでも、どちらが能力が高いかというだけでのことです。日向、型が、上陸作戦の拠点となることも考えられますから、出雲、型が、対潜作戦の中核としての役割を担うことは可能です。また、日向、型と出雲、型のどちらも、シーホーク以外の大型の輸送、掃海ヘリコプター MCH-101 も艦載可能なのです。それだけではありません。必要に応じて、陸自の UH-60JA ブラックホーク、UH-1J ヒューイなどの小型ヘリ、大型の CH-47J、JA チヌーク、
墜落事故など様々な話題になることが多い V-22 オスプレイの運用も可能とされています。おお、積み方は一見空母のようですが、れっきとした輸送艦で、上陸作戦に特化した艦艇です。ヘリコプターの発着艦はできますが、格納庫はなく、固定の艦載機もありません。一般的に航空母艦と呼べるような能力は持っていないのです。日本を取り巻く西南諸島海域の安全保障上、最大課題が浮上したため、解決のため日本版海兵隊水陸機動団が発足しましたが、同時に懸念されたのが海上輸送力の確保だったのです。一朝有事の際、多くの人員や装備を運ぶためには、空輸だけではなく、海上輸送も必要になります。そこへ必ず投入されるのが海自の輸送艦大隅型なのです。大隅型登場以前は、海自には2000トン級の低速輸送艦しかなかったので、輸送力と高速航行力を兼ね備えた大型輸送艦を常に切望していたそうです。日本政府も、1992年、平成4年に始まった多くの PKO 派遣を考慮して、外洋航行に適した大型輸送艦の必要性を痛感したようで、結果、大隅型3隻の建造が認可されたのでした。従来の海自輸送艦は、海岸に乗り上げるホバークラフト型でしたが、大隅型は沖合に展開しつつ、エル客集艇や輸送ヘリを使った揚陸作戦が可能です。大隅型は、約330名の隊員を乗せることが可能で、長期航行用の居住スペースも確保されているそうです。一方、装備面の輸送力ですが、73式大型トラックなら、最大65両、重さ50トンの90式戦車でも18両を搭載可能で、大隅型が3隻あれば、1個連隊規模の輸送ができる計算になるそうです。また、海自艦艇初の全通式甲板を採用したため、大型ヘリ CH-47 輸送ヘリとかの離発着が可能になり、最近の改修工事後は V-22 オスプレイにも対応できるようになりました。ただし、大隅型には格納庫がありません。車両用エレベーターしかないので、空母に離れないのです。仮に、無理やりスキージャンプ台を設置しても、22ノットの速力と、全長 178m のサイズでは固定翼機運用は不可能です。格納庫がないということは、非常に重要なポイントらしく、これが、理由で、大隅型は、強襲揚陸艦でも空母でもなく、ドック型輸送揚陸艦に分類されているということです。やはり、空母や強襲揚陸艦という表現は、どうしても、国家の威信、軍事力の誇示、財力の象徴と見さされることが多いのです。ロシアや中国の例を見てもお分かりですね。そうした風潮は、即現れていて、ヒューが、型や出雲、型に関西される予定の F-35B ライトニングに垂直離着陸戦闘機の議論が、華々しく展開なかとか、なんとか。それにしても、庶民としては、どうしても、予算が気になります。物価は言うまでもなく、光熱水費、保険料など、ここ数年は、値上がり傾向が続行中ですよね。敵国の攻撃から、国民の生命を守るために防衛予算を増やすのは確かに一理ありますが、少子高齢化が一段と進む昨今、守るべき国民の数が年々減少していることを政府関係者は気づいていないでしょうか？気がつかないはずはありませんね。高額の国家予算を注ぎ込んで、高スペックな最新鋭兵器を購入して、万が一の有事に備えたとしても、国民がいなければただのお飾りではないかと思うのは筆者だけでしょうか？空母の種類と役割。日本はヒューガ、型と出雲、型の2種類の空母を合計4隻保有しており、それぞれ異なる任務に特化しています。兵装と機能、空母は F-35 戦闘機の搭載が可能で、多様な軍事任務及び災害時の支援に対応します。即応体制の確保、4隻の空母により、常に1隻以上が即応可能な状態を維持しています。予算と資源、高額な維持費用が国家財政に負担をかける可能性があります。人員育成、高度な技術と知識が求められる乗員の育成が必要です。
国際関係、空母の保有は、地域の安全保障バランスに影響を与え、国際関係に緊張を生じさせることがあります。技術の自立、国産技術による防衛装備の自立が求められていますが、技術的、政治的な課題が伴います。